ジェームズ・ギアは、スコットランドの科学者、地質学者、工業実業家、発明者、ロイヤル・ソサイティの会員、バーミンガムのルーナー・ソサイティの一員。ギアは、スコットランドのスター・リンシャーにて、1735年、ジョン・マグダ・リン・キア夫妻の18番目の子供として生まれる。エディンバラの王立高等学校に通い、エディンバラ大学で医学を学んだ。大学で、 生涯の信仰を結ぶエラスムス・ダーウィンと出会った。22歳の時、陸軍に入隊し、7年戦争の間は西インド諸島に配属される。1768年任務を終える。任期中、アレクサンダー・ブレアと友情を育む。また、軍隊生活の中で早朝から古典や軍事関係の著作を読んで学び、ポリビオスの翻訳も言った。 戦争技術に関する論考も執筆するが、出版社にて消失の浮き目にあう。キアはその後は、スタッフ,フォードシャーのウェストブロムウッチのヒルトップに今日構え、科学と地質学に没頭した。1772年、スタウアブリッジ近くのアンブルコートの老舗のガラス細工事業を引き受け、複数の人との共同運営に携わった。その時期にも、科学実験を続け、特に、 アルカリ金属の特性を研究した。論文オンザ・クリスタルゼイションス・アブザーベド・オングラスは、王立協会に友人ジ,ジョージョ・フォーダイスの手を通して提出され、同協会の哲学年報2776年にで公表された。同年の初め頃、彼はフランス人科学者、ピエール・ジョゼフ・マケの科学辞典の翻訳を完成させ、 そこにホイと注釈をつけて2巻の4つをリ本として1777年ロンドンで出版した。同年にエイトリーテスオンザ、リファレントカインズ・オブ・エラスティック・フライズ・オアガススを出版。ケアはバーミンガムの実業家、マシュ・ボールトンと信仰を持ち、1768年にはボールトン宅でジェームズ・ワットとさらに1800年ワットの息子、グレゴリーを通じて、 ハンフリーディビーと親交を持つ、スザンナ・ハーベイと1770年に結婚し、子供はアメリア一人を設ける。1778年、ガラス製造業から手を引き、バーミンガムの双方での技術工場で、ブルトンとワットが不在の時の単独責任者になった。ただし、ブルトンらとの共同事業のオファーは、財政上のリスクから断り、手紙副写機の製造のみ関わった。 1779年、銅、亜鉛、鉄の合金技術の発明し、特許を取得する。これは後にマンツメタルと呼ばれるものとほとんど同じものと言われている。1780年、退役したアレクサンダー・ブレアと共同して、ダドリー近くのティプトンに化学工場を設立し、硫酸カリと硫酸ソーダからアルカリ塩を製造するが、後に石鹸の製造も始めた。 工場近くの道路はソープファクトリーロードと呼ばれた。ジョゼフ・プリーストリーが1780年にバーミンガムに来た時、彼は二酸化炭素と大気との区別をしたキアを有能な女子として雇った。キアはプリーストリーと共に機体の特性の研究を行った。1787年3月3日、キアは王立協会にエクスペリメンツオンザ・コンジェレーション。 オブザビトリアリックアシッドを1788年5月1日にはリマークスオンザプリンシップルオブアシディティディーコンピッションオブウォーターアンド・フロジストンを提出した1789年に自身の科学辞典第一部を出版したが依拠していたフロギストン説の問題を認識するようになり中断した1794年頃キアトブレアは タドリーとティプトン近郊のティビデール地区の土地を購入し、ティビデール炭鉱を建設した。キアは、スタフォードシャーで、鉱物学を学び、1798年に、ステビング賞のヒストリー・オブ・スタフォードシャーに鉱物についての論文を寄稿した。1811年キアは、地質学会に、多くの標本付きの論文ア,ンアカウント・オブ・ザ・ストレイ・タ・インシンキング、 エーピットインティビデールコリリーを提出する。1807年12月、ヒルトンバークで、ブレアの元に滞在中、ウエストブロムウィッチの自宅が消失するが、彼の蔵書や論文の大半は無事であった。しばらく近所の小さな農家で過ごすことになる。キアは1820年10月11日に、ウエストブロムウィッチにて死去。シャールモントのオールセインとチャーチにて埋葬される。 1791年キアは、ルナーソサイエティでの友人の一人、トマス・デイ・イエルの未亡人の希望に応え、デイの回想録を書いた。同年、フランス革命への共鳴を公言したことで、ある晩餐会で、激しい非難を浴び、それに対して、エクスティングウィシャー・メーカー、ティ・ソバーサイズ、ハイ・チャーチ・ポリティクスといったパンフレットで自分と、プリーストリーを擁護した。 しかし1793年には、ザ・マーシャル・キャラクター・オブ・ネーションズというパンフレットを公表し、フランス人の非和平的性格から国防の必要性を訴えた。10年後には、リフレクションズ・オン・ザ・インベージョン・オブ・グレート・ブリテン・バイ・ザ・フレンチ・アーミーズ・オン・ザ・モード・オブ・ディフェンス・ンオン・ザ・ユースフル・アプリケーション・オブ・ザ・ナショナル・レビスを表した。 ボタニックガーデンの第二部に対して多くの改良案を提案し採用された。貴重な資料となる、はずの知人と交わした手紙の多くは、1845年、ウォースターシャーの娘の邸宅の火事によって消失した。ありがとうございます。